武家屋敷通り、春武家屋敷通り、秋武家屋敷通り、東武家屋敷通りは、秋田県仙北市角野立町の道路であり、古城山山麓の国道46号から南へ、伸びて、かつての侍町である角野立のうち、町を貫く、南北方向の通りである。仙北市の正式な道路の路線名は、指導武家屋敷通線といい、かつての中、 下級武士の侍屋敷である旧家が立ち並び、国板米としだれ桜の木立ちが大きな特徴となっている通りである。仙北市角野立町、東桂落町角野立町表頂上町の0 8トル区間が日本の道百選の選定を受けている。特に春のしだれ桜は見事で、花の時期には特に多くの観光客で賑わい、ひのき、 内川筒美の染めい吉野と共に日本桜名所100、1000に選定されているほか、読売新聞社選定の、新、日本街路樹100系の一つに選定されている。その古色豊かで静かな佇まいは、道の区の小京都と称されるほどで、武家屋敷通りの周辺6.9ヘクタールは、侍町としての趣きをよく残していることから、1976年に、 角野立町角野立伝統的建造物群保存地区の名称で重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。角野立町の城下町形成は五百九十年に戸沢氏が角野立城を築城して城主になったことに始まる。その後、戸沢氏に代わって秋田藩主佐竹義信の実弟である足品義勝が統治したが河川の氾濫など 地の不利から1620年に古城山の南側に新しい城下町を形成するになった。1656年に足なし断絶後、佐竹氏一族の佐竹義親が支配し、廃藩されるまで、以後200年間一族が統治した。武家屋敷通りに見られる有名なしだれ桜は、佐竹義親が聖火の京都から持ち込んだものと言われ、1974年に、 国の天然記念物の指定を受けている。城下町は南北に細長い町であり、北側に城を構えて、武家屋敷であるうち、町があり、時代の変遷に影響されることなく、当時の町並みが残されている。武家屋敷通りのちょうど中央付近には、左右に曲がる、鍵状の道路があり、これは、マス型と称し、城郭広報を町づくりに応用したものと言われる。 角野建の中心部を通る幹線道路であるため、交通量は多く、文化財の汚染及び交通環境が問題となっている。このため、代替路線、アクセス道路の整備などにより通過交通の排除を目指している。東桂区町から表町までの武家屋敷通りの区間には、建築年代の古い武家屋敷が並び、黒板塀や茅やき屋根などに、 武家の格式を見ることができる。ただし、しだれ桜とソメイヨシノの開花時期はやや異なる。ありがとうございます。